1993年の近鉄バファローズでは、1993年の近鉄バファローズの動向をまとめる。この年の近鉄バファローズは、鈴木刑司監督の1年目のシーズンである。1989年にチームを9年ぶりの優勝に導き、その後も A クラスを守った、大木明前監督の優退を受け、往年の300勝投手。 鈴木刑事がこの年から新監督に就任。戦力面では、大木前監督が育てた、野茂秀夫や吉井正人、石井博士郎などが、主力選手に育つなど戦力は前年まで3連覇の、西部と大差がなく、この年も優勝候補に挙げる声が多かった。しかし開幕ダッシュした過去2年と比べて4月を6勝7敗で、終える平凡なスタート。 6月に12勝7敗と勝ち越して、借金を返済し、オリックスに代わって3位に浮上するが、7月以降は負け越して A クラス入りが絶望的となった。9月以降は20勝12敗と大きく勝ち越して、借金生活から抜け出し西部や日本ハムといった上位陣を脅かしたが、時すでに遅く66勝59敗5分で、 勝率5割入りこそ果たしたものの最下位に転落した1987年以来のビリクラスでシーズンを終えた。投手陣では2年目の高村優が成績を落としたものの不動のエース、野茂が4年連続で最多勝ちを獲得。その一方で、野茂は至球や冒頭で崩れる試合も目立ったことから鈴木監督の信頼を得られず打撃陣ではベテラン多い二郎が トールを獲得したものの、鈴木監督が、ルーキーの大島光一や、匠、正宏を徴用したことなどから、鈴木監督と主力選手の間に亀裂が走り、野村金村義明が対談するきっかけにもなった。網みかけの選手は逆指名による入団。ありがとうございます。